お待たせいたしました。10時33分発、光509号、新大阪行きです。光号の新大阪行きです。踊り間違いのないようにしてください。次の停車駅は品川です。ドア付近のお客様、しますドアにご注意ください。重積雨宮の1号車から5号車です。光509号、新大阪行き、まもなく発車をいたします。ドア付近のお客様、しますドアにご注意ください。閉まるドアにご注意ください。
12時39分、名古屋12時21分、岐阜羽島12時32分、米原12時49分。
京都13時15分、終点新大阪には13時30分の到着となります。お客様にお願いいたします。電気及び車内での支援物の持ち込みは禁止されております。でも中止のわからない荷物や電気及び後ろ動機という感じ。荷物を置かれているお客様はご別にでも、社長をもっとお知らせください。で、問いかけた社長にご知らせください。この列車の運転手は JR 東海と今日です。車掌は高橋、ダブスナリ、近藤です。終点の新幹線までご案内いたします。本日、今島の地区の積雪のため、名古屋新幹線が停止しましたが、10分から20分程度の遅れが見込まれます。現状を走行する列車は、速度を落として運転をしております。現状を走行する際には、10分から20分程度の遅れが見込まれますので、あらかじめご了承ください。次の停車駅は新横浜です。お出口は左側です。
ください。次の停車駅は豊橋です。
Change trains.